今先の16時58分のですね、あの関空基地時快速はもうすでに、あ、なんかおもちゃ電車来ましたよ。おもちゃ電車が来まして、で今乗ってたんですが、もうすでにあのここ乗ろうと思ったら立石ができてたんで、なんということだって、で次の基地時快速も向こうがあれなんですよね、あのもうかなりもうすでに皆さん待ってらっしゃるので、その次の基地時快速っていうのが今表示出てないんですけど、 なんだ令和がどうのこうのとか書いてんな、令和がどうのこうのとか書いてるんですけど、これの、テロップが終わった後、次2番乗り場から出る電車があって、でその電車で、私だったらもうあのいちいちこう上がって降りてっていうのがめんどくさいので、まあ、次の、関空基地時快速が17時10分で大阪方面で、でその次が東駅止まりつって書いてるんで、まあこうちょっと、いや特急クロス号の指定席サービスとかは別にそのお得で便利はどうでもいいんですけど、その次のテロップを出してくれと思ってるんですけどね。今だったらどうなんでしょうかね。あのまあ結構あれね、テロップあの楽々乗車とか言いますけど、あの一言言うと楽々ハリマすごくあのなんかあれらしいですね、空気らしいですけど、そんなことは別にどうでもよく、私は、この次の、列車のねテロップをちょっと知りたいんですけどもね、この、ノットインサービスの下の列車、そうですね、17時28分の大阪方面の基地時快速がですね、2番乗り場から出るということで、それに乗って帰りましょう。なんかさっきからね、和歌山線方面のね列車がね、105系しか来ないんですよ。だから227系をね待ってたんですけど、現役バリバリでまだまだ105系走ってるじゃねえかという、そんなような駅に来ております。227系和歌山駅でずっとちょっと待ってるんですけどね、しばらく来ませんね、というわけで、かなりね過酷系率はまだまだ高いようですね、この時間帯は。で、あれが五条行きなのか、あれが今日は和歌山市行きなのか、ちょっと分かりませんけども、過酷系、相変わらず和歌山駅には来ております。なんか置き換えというかね、さっきから3本ほどね、出入りしてるんですけど、全部過酷系ですね。227系の姿はほとんどありませんということでね、残念な動画になっておりますけど、和歌山駅ウォッチね見てるんですけど、結構皆さんね、あの和歌山で、あのね、向こう一番線に奇襲時快速が来るもんだから、まああれかなと思って見てたんですけど、なんかすごく注目されるよね。そりゃそうですよね、17時20分の次起床時快速待ちなんてね、私一人ぐらいですからね今です。のでまあまあいいかなとは思ってるんですけど、まあちょっとね、あれを今から並んでも席座れねえだろうっていう話で、まあ一番乗るホームですよ、もう改札口で一番近いホームなんですよ。でそんなところ今から行ったかって、あのほらもう入ってくるようなそんな感じですから、もうあの席を待つのは分かっております。ですので、あの出航してくる電車をですね取ってやろうと思っております。なんだこれは、すごくガヤガヤしだしてきたぞ。そんな夕方なのか、しばらくはね2番乗り場3番乗り場ね電車が来ないということでですね、この関空基地時快速17時10分が出た後多分混み始めるんだろうなと思っておりますけれどもね。いやーすごい駅だね、やっぱりターミナルなんですけど、これあの東西南北すべて、あ今入ってきましたけど、入ってきましたけど、和歌山駅の東西南北すべてっていう、どこあれ入ってきてますね、東西南北のすべての駅がですね無人駅だという、なんというあの近畿2府4県であるまじき、感じなんですけど、大都会和歌山の入ってくる電車はほとんど大阪方面の電車はほぼステンレス車です。ほぼって言いますけど、普通快速用って全てこれなんですよね。まあ一部車両ではですね、あの黒潮とかオーシャンアローとかね入ってくるんですけども、関空基地時快速といえばもうこの色です。もうこれ以外ありません。紀伊国線の普通電車も今これと227になっておりますから、まあ本当、今ほぼほぼこれですよ。いやほぼほぼというかほぼ 100% でしょうね。なので撮影とかね、今日有田川鉄道資料館で、ちょっとスタッフ駅員さんとか車掌さんをやってた方がいまして、その方とちょっとお話しして、その方は、泉州地方というかね、大阪の泉州地区にお住まいの方だったんですけども、
いや座れるじゃねえか、めっちゃ座れるじゃねえか、今思ったらめっちゃ席空いてんじゃねえかとか思うんですけど、でその方とねおしゃべりをしておりまして、で阪和線の、なんか普通電車が103系205系とか板地は花だよねみたいな感じで言ってて、そらそうなんですよ、だって今だってこのステンレス車両がほぼほぼ快速用も全てこれなんですもん。なんかね撮っててね本当にねあのマンネリ化してくるっていうような意見で一致しております。ですので阪和線ユーザーがそういうことになってるということでですね、私もねそれはずっと思ってたことなんですけど、やっぱり皆さん思ってることなんでしょうね、ステンレス車両はいいことなんでしょうけど、なんかやっぱりね素っ気ないというかね、もう本当になんだろうなっていう感じでなんですけど、本当鉄道するからしたら今の流行りというかねブームというかそのコスト面からすると、まあステンレス車両って、まあ、これからも作られていくんだろうと思いますけど、まあまあでもまあまあ和歌山だと後ろに鋼鉄製の車両もありますからね、ありますけどもちょっと違うぞという感じじゃないでしょうかね。まあまあ今普通電車が入ってきてるのか、あ違う、また105系ぐらい、あれは105系ですよね、後ろに入る、ほら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 227減ったくれもねえぞ、おいちょ待ってや、ほんとなんか私の動画に入ってこやんばかりの227系、私まだ全然乗れてないんですよ本当。でまあ105系がどうのこうのとか言うんじゃなくて、105系もそれは取っとかないとダメなんですけど、やっぱり227系を一目見たいなとは思ってたわけなんですけど、まあこんな並べももうないので、ちょっとこれも撮影しておきましょうかね、こう柱の間から撮っとくといいかもしれませんけどね。戸袋のない105系というのもね、なんかすごく新鮮な気がしますけども、そういうのもあったんだなと私は思っておりますけどね。225系の、大阪方面の電車は最新のステンレス車両に対し、こちらはまだ、鋼鉄製の列車がね走り続けている和歌山県、しかも、四方八方はもう何度も言います無人駅という、大都会和歌山でございます。いやもうでもやっぱりね、なんかこうやって歩いてると2,3 番乗り場電車来ないんじゃねえみたいな、そんな感じなんですけど、来ますからねちゃんと。まあまあ次の関空吉祥寺快速が東駅止まりなので、まあ人が降りる客でごった返した後、まあ出荷してくる電車があれなんでしょうなというような、そういうようなところで新元号令和に変わりましたどうのこうのとかをうんぬん書いておりますが、私そういうのはすごいなと思います。 JR のね最近電光掲示板、駅によってバリエーションがありましてね、まあなかなかね おもちゃ電車出て行ってますよ、おもちゃ電車どこどこ、あれほらほらほらおもちゃ電車出て行きましたよという感じですね。令和を巡る旅をお楽しみくださいと書かれておりますけど、まあまあ令和にちなんでね、熊野古道とかね万葉集とかから、選ばれた言葉ですので、全和歌山も関係がないことはないんですよ。でそれをもう大々的にやるとかと思ってこうカメラを回したら、黒潮のチケットレスサービスとかね書いておりますからね、なんだこの電光掲示板はと思いながら私は見ております。スマホで簡単とかいう場合には、桜のあのドット絵、チューリップのドット絵、かなり職人技だと思いますけどね。入ってきましたよ、入ってきましたよ、ほらこちらもね紀伊国線もねほら225系なんですよ。もう本当になんかすごいなんか最新近代的な駅なのか、それはどうなんだっていうような、そういうような駅なんですけどね和歌山駅ってなんかよくわからないなっていうような感じですね。さあ、私は次の、吉祥寺快速で帰ることにいたしましょう。まあちょっと、簡単に和歌山駅の 2,3 番ホームからちょっとご紹介させていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。お、何かが入ってくるようですね。ちょっと私も、その座る位置の方に行っときましょうかね。この塗装がねなんか225系とか
まあ、ステンレスでこの塗装ばっかだって言うんですけど、車両はね225系とか225系5100番台とか、なんかね223系でも2500番台とかね、0番台とかいろいろあるわけです。だからあの顔としてはいろいろあるわけなんですけど、まあ横がね全部同じよ。もううるさいな、ちょっと待ってよ、なんか結構音量が、接近メロディーだけはね一丁前にうるさいなっていうような、そういうメロディーですね。この電車は回送で乗れませんのでね、もうちょっと待っとく必要がありますんで、まあ、人が混むだろうからこの辺で終わっておきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いいたします。